はい、どうも、あすかです。今日はですね、野口五郎さん特集ですね。はい、人気あるので、野口五郎さん特集を、再びやろうと思います。はい。では、早速行ってみましょう。はい。はい、こちらがですね、1979年1月号の平凡になります。はい。五郎の7つの体験とありまして、デビューして7年ですね。五郎さんが初めて、話してくれた話らしいんですけど、まずお酒の話なんですけど、まあ、初めてお酒を飲んだのはっていうのがあるんですけど、まあ、子供の時ですね、まあちょっと中学生の時かな、日本酒をちょっとペロッと舐めたぐらいらしいんですけど、飲んだことがあるって書いてますね。で、まあ、今は事故だと思うんですけど、まあ子供の頃にね、おとそとかさ、普通にちょっとぐらい飲んでましたからね、昔はね。今はどうなのかわかんないですけど、まあ、法律的にはダメなんですけども、この時代70年代、60年代とかもなおさらそうだよね。そんなに厳しくなかったから、五郎さんが子供の頃だったら普通に、子供でもお酒をね、変な味でちょっとぐらいは、みたいな。時代だと思うんですよね。で、まあ、日本酒を飲んだ時に、まあ、まずくてまずくてって書いてますね。そうですよ。子供の頃お酒って美味しくなかったですよね。僕も子供の頃日本酒をちょっと飲んだ記憶があるな。だから美味しくなかったですね、やっぱりね。だから飲まないですよね。美味しくないからね。デビューして、7年目の五郎さんが、体質的にも、お酒は、美味しいものだと思えないので、今でも、まあ、あまり飲まないとこの当時は言ってますかね。この当時はね。たまに寝酒として飲むぐらいって書いてますかね。で、飲むのは大抵ブランデーって書いてますね。で、お酒を飲むとすぐ寝ちゃうらしいんですよ。それで一回失敗したことがあるらしくって、ロスへレコーディングに行った時なんですけど、その時にレコード会社の部長さんが、プールサイドでお酒を勧めてくれたらしいんですよ。で、ジントニックをね、飲んだらしいんですよね。それで、まあ結構飲みやすいなっていうふうに思って飲んだらしいんですよ。まあジントニックって飲みやすいですよね。今どうなんだろう。ジントニックってね、俺が学生の頃すごい流行ったんですよ。みんなジントニック頼んでましたね。なんとなくなんか、バーとか行くと、なんかジントニックって多かったですね。だから最初さ、普通に居酒屋行くじゃないですか。それで大体ビール飲むじゃないですか。ビールとか飲んで。それで二次会行くじゃないですか。二次会でバーとか行くんですよ。そうすると大体ジントニック頼んでましたね。そんな時代です。それで、コロさんがジントニックを、ついつい飲んでしまって、そのまま、プールサイドで寝ちゃったらしいんですよね。で、気がついたら、背中一面真っ赤っかって書いてますね。なんか日焼けしちゃったんでしょうね。だからお酒飲んで、プールサイドで寝てしまって、それで日焼けして、まあ、すごい、ひどい目になったらしいんですよね。そんな感じです。はい。お酒を飲みながら音楽を聴くのが最高って書いてますかね。で、五郎さんが、お酒を毎日飲む人の気持ちは、わからないけど、タバコの方は理解できるというふうに言ってますかね。まあ、タバコを、この時代、なんか70年代とかってみんなタバコ吸ってましたからね。本当に、普通に、ほとんど、日本人の7割、8割はタバコ吸ってたんじゃないかってぐらい、みんな吸ってましたね、この時代はね。で、五郎さんがやっぱりね、ですね、初めてタバコ吸ったのは、もちろん20歳前にちょっと吸ったことがあるというふうに書いてますかね。まあ、この時代は普通に、ねえ、なんていうか、おおらかな時代だったからね。そう思いますね。まあ、大体、変なし、二十歳前に吸ったことある人って結構、普通にいましたな、この時代はね。タバコは結構、ハマってるらしくって、気がついた時には、まあ、タバコがないといけないものになっていたと書いてますね。で、食後の一本、仕事に疲れた時の一本は最高にうまいって書いてますね。僕もね、40歳ぐらいまでタバコ吸ってましたね。40歳の時にタバコやめたかな。ちょうどね。40歳前か、40前に辞めたんですけど、東日本大震災があったじゃないですか。その時に、なんか辞めましたね、タバコをね。なんか、ちょっと自分の中でいろいろ、思うところがあって、もう、ピタッてタバコ辞めましたね。その日に、だから持ってたタバコをよく言うじゃないですか。箱の中にタバコがあと5、6本入ってるじゃないですか。これ吸いようったら辞めようっていう人いるじゃないですか。だからそれはもう辞めようと思って、もう辞めようと思った瞬間に、タバコを潰して、そのままゴミ箱にポンと捨てましたね。それでタバコをやめましたね。それからずっと吸ってないですね。もう10年以上かな。吸ってないですね。だからタバコはやめた方がいいですよね。それは思いますね。いろいろとね、喉も痛くなるしね。いいことないですよね、タバコはね。この時、五郎さんが吸ってたタバコが、ケントかな。ケントのゴールデンライトメンソールって書いてますね。これを見つけたのが、まあ、ニューヨークのレコーディングの時に、まあ、見つけたらしいんですよね。で、とにかく軽いし、ここ1年半の間、タバコといえばこれって書いてますね。ケントのゴールデンライトメンソールかな。これをずっと吸ってるんですね、五郎さんはね。
通にタバコ吸ってるから、時々ファンから、体に悪いから、タバコをやめてくださいっていうふうに言われるらしいんですよね。うん。この当時ね、ゴロさんは1日1箱吸ってたらしいんですよ、タバコをね。書いてますね。うん。で、まあ、1日1箱ってちゃんと決めて吸ってるって書いてますね。ヘビースモーカーの人は2、3箱吸ってましたからね。そうですよね。うん、1日1箱って言うと、この時代では少なかったかもしれないですね。うん。で、ゴロさんが、とある先生に聞いた話なんですけど、アメリカ人が一番信用している薬が、アスピリンとコーヒーって書いてますね。うん。特にコーヒーは、万病に効くって、言われてるほどって書いてますからね。うん。時代ですね。コーヒーか万病のことっていうふうに言われてた時代があるんですかね。コーヒーってやっぱり飲みすぎるとね、カフェインが強いからね、良くないっていうふうに言ってますよ、今ではね。なんていうかな。コーヒー飲んでいいのって、一日一杯かな、確か。うん、そんなことを本で読んだことありますね。だから、コーヒーって一日一杯以上飲んじゃい、本当はいけないんですよね。だけど普通に2杯、3杯飲んじゃいますよね。多い人だと、だから4、5杯飲んじゃいますよね。うん、コーヒー美味しいんですけどね、僕も大好きなんですけど、最近ではちょっと気をつけてますかね。うん。次は、免許の話なんですけど、ゴロさんが免許を取ったのが昭和49年12月って書いてますね。もう4年近くにもなるって書いてます。だから、免許取って4年ぐらい経つのかな。取り立ての時は、もう嬉しくて、飛ばしたらしいんですよね。うん。で、スピード違反で捕まったばかりって言ってますね、この当時にね。だから結構スピード出してて、スピード違反で捕まったらしいんですよ。書いてますね。スピード違反をしたのが、アメリカへレコーディング行く前のことで、あと一曲が、浮かんでこなくて、イライラしたらしいんですよね。仕事のこと考えてたんですかね。それでちょっとイライラして、スピードが出ちゃったんですかね。近所の喫茶店に、車で行ったらしいんですよ。それでその時20キロオーバーで、捕まったらしいんですよね。それで、ゴロさんが運転するのは、大抵深夜で書いてますね。深夜に運転するときは、要するに曲、作曲に悩んだりするときあるじゃないですか。作曲どうしようかなっていうときに、運転しながら、それで考えるらしいんですよね。だから、新しい曲のアイデアとか、曲に、詰まったとき、そのアイデアに、行き詰まったときに、深夜にドライブするとかいうふうに書いてますかね。気分転換ですかね。いいですよね。だけどね、夜にね、夜の首都高を走ると気持ちいいですよね。そういうことされてるのかな、ゴロさん今でもね。そんな感じしますよね。音楽っていうのは部屋の中で真剣に書くよりも、車でドライブしながら考えた方がいいというふうに書いてますからね。景色を見ながらふと思いつくことあるじゃないですか。だからそれ結構大事かもしれないですね。音楽を聴くときも、やっぱりね、車の中で聴いた方がいいって言ってますかね。そうですよね。車の中で聴く音楽っていいですよね。僕も結構好きですからね。今とさ、iPhone と連動してるからさ、電源スイッチガーンって入れるじゃないですか。今こうじゃないけど、車のスイッチ入れるじゃないですか。電源入るじゃないですか。そうすると勝手に Bluetooth と連動されて、勝手に音楽かかりますよね。だからあれすごい便利ですよね。そんな感じになってますけどね。基本的に普段は、ゴロさんは安全運転というふうに言ってますからね。次なんですけど、ゴロさんが、人前では泣かないらしいんですよ。だけど、楽屋で、一人になった時とかが、また逆に落ち込んで、悔しい時なんかはよく泣いたらしいんですよね。で、それはどちらにしても、精一杯自分が戦った、幸せの涙だから、流すことが気持ちいいっていうふうに言ってますからね。かっこいいですね。なんか精一杯自分がやったことに対する涙、悔しい涙とかね、ありますよね。確かにそうですね。でも涙には幸せで流すのとは逆に、とても辛い涙もあるわけで、その時の話をしましょうっていうふうに言ってますかね。だから、あれかな、悔し涙、本当に辛くて、悔しい時の涙もあったらしいんですよね。悔し涙っていうのかな。それについて、ゴロさんが話してくれるんですね。で、それはね、ゴロさんがデビューした時に、博多にキャンプに行ったらしいんですよね。真っ白のスーツを着て、博多ビラに書いてたすき掛けをして、さらには上りまで自分で持って、一日中、博多の街は歩き回ったらしいんですよね。だから営業活動というか、プロモーション活動ですよね。今でも演歌歌手の方とかしてるのかな、わかんないけど、その地方に行ってさ、スナックとか回ってさ、手売りでレコード売ったりとかする活動っていうのは70年代とか当たり前だったじゃないですか。今はそんなしないんでしょうけど、もう70年代はまだ当たり前でしたからね、これがね。それをゴロさんもやったのかな、書いてますかね。で、ゴロさん曰く、夢を持って、歌手になったにしては、しんどい仕事だったけど、結構平気でやりましたって言ってますね。夜はキャバレー回りって書いてますね。その中の一件に、あれですね、ストリップ劇場かな。前歌として、5曲ぐらい、の演歌を歌ったらしいんですよね。それがすごい悔しかったっていうふうに言ってますね。そうですよね。それが悔しいと思いますよ。だから、それがあったからこそ、
あれでしょうね。もう、スターになったんでしょうね。だからそういう経験もされてるわけですよね、この時代はね。今は絶対ないじゃないですか。だから、この時代はまだありましたね、こういうことがね。うん、さらに、その、まあ、悔しさに追い打ちを食らったのが、その近くで森進一さんが、ショーをやってたらしいんですよ。そっちは満員だったらしいんですよね。うん、森進一さんのショーはすごく人気だったけど、まあ、野口五郎さんはまだ、デビューしたばっかりの新人だから、まだその頃は人気なかったっていうふうに言ってますかね。うん。で、あまりにも森進一さんの人気が、ショーがすごいいっぱいなのに、僕は全然人がいないっていう状態だったから、まあ、それも悔しいっていうふうに言ってますね。そうですよね。まあ、その思いってすごい大事ですよね。その時は、やっぱりね、まあ、ちょっと涙が出たらしいですよ。その当時ね、五郎さん15歳だったらしいんですよね。15歳じゃ悔しいですよね。まだ15歳。中学3年生ぐらいですよね。高校生。になったかなんないかぐらいだから、その時にそういう経験したんですね。まあ、それから7年経ってるんですけど、まあ、7年前にはそういう経験をしたってことですよね。書いてますね。今日はこの辺にします。一応また続きますんで、はい、今日は以上です。はい。はい。というわけで今日はですね、野口五郎さん特集でした。はいはい、よかったですね。いいねお願いします。はいはい、よかったですね。その辺にですね、登録ボタンありますので、登録の方ぜひお願いします。はいはい、そういうわけでアスタカーでした。じゃあね、バイバーイ。